皆さんこんにちは。キャットミュージックカレッジ専門学校キーボードの平井さつきです。今日は、エレクトリックピアノについて、ご紹介したいと思います。エレクトリックピアノの、いろんな音色を使っていろんな伴奏をしてみたいと思います。それでは音色を紹介したいと思います。まずはじめに代表的なのがやはりピアノの音色ですね。こちらはどんなジャンルでも多様に使われております。そしてストリングスというのが、弦楽器を使ったバイオリンだったりとかコントラバスを使ったような音色を表しています。ストリングスですね。そしてブラスというのが管楽器トランペットであったりトロンボーンであったり、のちょっと曲を盛り上げる時とかですかねによく使われたりしています。そして最後によく出てくるのがオルガンの音色です。ではこの4つを、曲を使って紹介していきたいと思います。それではピアノの音色を使って弾いてみたいと思います。ピアノには他にエレクトリックピアノのいろんな音色が入っておりまして、では続いてストリングスの音色の紹介をしたいと思います。私がよく使うのは曲の B メロぐらいからこうサビにかけてグワッと盛り上げたい時によく使ったりします。音を紹介したいと思います。こういったパパッとかっこいい切れた音を使うことが多いんですけど、こうやって連打の音を使ったりとかフレーズをちょこっと入れてあげたりすると曲のアクセントになったりもします。続いてオルガンの音色の紹介をしたいと思います。これもちょっとしたフレーズで使ったりとか、ソロで使ったりする音色になります。はい、いろいろな音色の紹介をさせていただきました。ピアノでお仕事をしているといろんな場面によって音色の使い分けというのは、していかなければいけなくて、それは、いろんな曲を聴いて勉強することが一番の近道になると思います。いろんな曲を聴いてこの楽器はどんな音を使ってるんだろう、今流れてきたのは何の音かなっていうのを気にしながらぜひ曲を聴いてみてください。